どうも、安田てみのやすです。そして本日もバッサンいけということで、本日もですね、ベストスイングゴルフさん吉祥寺にございますね、バッサンが所属するスタジオに、来させていただいております。やっぱりね、この動きだけだとこうドリルとね教えてもらったんですけど、なかなかこう実際の動きにこうスイングに取り入れるのが難しかったりすると思うんですよね、はい、さらにこうそれを補足するようなドリルがあるっていうことなんで、はい、ちょっと今日はそれを教えていただけたらと思います。スムーズにもうちょっと回る、腰とそのここの胸郭とかおへそとかがしっかり回る練習法をお伝えできればなと思っております。いっちゃってる、はい、まずじゃあ何をやるか見せていただいて、まあ、こういうふうに普通にボールがある状態で構えます、はいはい、これ普通のアドレスです、はい、右足左足をこのような形、右が前左が後ろ、はい、はい、で、まあ、大体ここからそうですね、ちょうど左のつま先と右のかかと、まあ、設置するようなイメージです。位置関係で、はい、そうですね、これだと気をつけてもらいたいのが、はい、肩は平行です。肩は平行、はい、足をこの向きにすると肩もこのような向きになりやすいんですけど、はい、肩は平行もしくはちょっとクローズでこうです。でこれはですね、腰の回転、そしてお腹周りが柔らかく使える、はい、で左の胸郭っていうのが一応ポイントで狙ってるポイントなんで、はい、そこをちょっとやっていきましょう。ちょっと打ちます、はい、であとは頭は絶対残してください、はい、このような形。そうするとおへそがですね、今までこの辺りしか回らなかった人がここまで回るようになってきますので、はい、これをちょっとやっていただけたら。なるほど、はい、わかりました。でこれちょっといいですか、こっち見て、はい、まあ今足がこう前になってて、肩だけはオープンにしないように気をつけてくださいと。でまあちょっと単純にこれをお尻の位置、うん、こうあって、で左のお尻がこうくっついてきますよと、うん、で頭は残しとく、うん、とかなり体が回る形になります。はい。これをちょっとやっていただきたいな。はい。わかりました。まあこんな感じですかね。ちょっと肩の面をクローズぐらいのイメージ。はい。肩はクローズぐらいの。ボールに対しては、はい、真ん中ら辺でいいですか。真ん中で OK です。それぞれ膝は伸びちゃっていいですか。それともちょっと曲げてていいです。はい。で、一応打ってみよう。はい、打ってみてください。きついですよね。満月です。満月。はい。もう一回どうぞ。頭は残しておいてくださいね。肩もうちょいクローズと。いいっすよ。こういう感じ。このような感じ。すっごい回る。そうするとおへそがこっち回りますよね。はい。で、やすさんの左足が引ける動きあるじゃないですか。これも治ると思います。これで、はい、これめっちゃいいですか。このぐらい、そうすると突っ込みゼロです。ちょっと何回かやってみます。はい、足の末しない。頭をもうちょっと頑張って。これ結構むずくないですかこれ。これちょっと難しい。難しい。バッサン、よくやっぱ綺麗にね、でき最初ちょっと素振りした方がいいですね。そしたら膝が邪魔なんですけど、それは左のかかとに体重来ないからなんですけど、ここから左のかかとに体重来てると邪魔になるので、これは勝手にこういうふうにしちゃっていいです。そうそうそう。で、左のかかとに来るとこんなこういうふうになってる。そう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 、そういう感じです。そう、右は頑張らない。右はどうしちゃってるんですか。右ここで踏ん張っちゃってます。スッと送ってあげる。素振り取っとこう。綺麗。これ見てください。まあこういうふうになってますと。はい、いきますね、はい、ここからいいですか、はい、まあすごい体ねじれてて、ここのポイントも OK で、ダウンでこれインサイドが来ますよね。で左のケツが、回転してきました。ごめんなさい、ケツって言っちゃってもお尻、はい、ごめんなさい、ちょっと口ごめんなさい、失礼しました。で回転してくる、このような形。そうすると左サイドのスウェーがなくなります、はい、すごい綺麗にグリップエンド見えてますね、うん、で頭が残ってる。これ綺麗な形で、やすさんの本当に左の足が引ける動きはこれでなくなりますね、うん、このぐらいおへそがいつも回ってないんですよ。右肩がかぶってきちゃうんで、うん、おへそが回ってないので、これは腰から最初に回るっていう動きを入れてるので、うん、ちょっともう何回かやってみますね、はい、そう左のつま先来ちゃいます。来ちゃいましたね、左のかかと、左のかかと、そうそう、左のかかとで回るんです。おお、めちゃくちゃかっこよくなってきました。フィニッシュ。いやこれちょっと踏ん張りすぎちゃダメです。本当にこうここの回転で打ってる感じにしないと、足が余計なことしちゃうんですねそう、足も余計なことするんですね。そう、初めての感覚、手がね余計なことするのはよく言いますけど、はい、足も余計なことします皆さん。そうなんです。おー、ナイス。これでも外側ですけど、左の、いや左の外で合ってます。外で合ってますか、はい、左サイドが回転してくると左の外来ますから必ず。回ってますかこれちゃんと。めっちゃ回ってますね。めっちゃ回ってます。もうおへそがこの辺ぐらいまでなんですけど、いつも、はい、こっち来てました。そうおへそがこの方向を向いてた、はい、ちょっとじゃあ普通に打ってみていいですか、はい、いいです。やっぱり通常打った時にはおへそがさっきよりこの辺でした。そう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 。でもこれスウェーほぼしなくなって、本当だ。で左のかかとの方に体重が来てる。おお、変わってきた。フィニッシュいいっすね。めっちゃいい。ちょっとじゃあそれを見ていただいて、さあ、ドリルを、やってみた上でその感覚を、残して、はい、普通にスイングしてみると、はい、こんな感じですっていうのがこの動画になります。あ、ボックスイングもね、自然とこうもう全然これできるようになりましたね。ここの丹田全然ずれなくなりました。いいな。よくでもできますね、こんなすぐ。いやすごいですよこれマジで。そうなんですか。でやっぱり、はい、その頭がちょっと移動するのがやっぱまだ多少残ってるんで、はい、はい、これはやっぱりタオルの練習していただいて、うん、でも軌道とかはもうインサイドから来るようになってきて、うん、っていう形ですね。もうちょっとやっぱ練習もうちょっとするようになると、うん、ここまだ若干スウェーが入ってるので、うん、なくなるかなと。ただ左のお尻が結構回ってきました。本当だ。なるほど。じゃあちょっと位置をこう維持するような、はい、動きが僕にはちょっと足りないですね。そうですね。だからやっぱタオルやってのが、はい、この今の状態に関しては一番いいかなって感じですか。そうですそうですそうです。じゃあ家でやろう。でもこれ最後のフィニッシュとか、うん、すごい綺麗な形になってきて。本当だ。だからさっきの今の練習すると、うん、これでですねおへそがもっとこっち向き出すので。なるほどなるほど。うん、おへそ、股関節が入れば、うん、足って残ってるんですよ。でここが左股関節に入れば入るほど足は残りますよね。はい、これが上体が来ちゃうんで入れれないから少しこうくる。なるほど。しっかり入れてあげる。おへそを回してあげる。はい、おへそは柔らかく。はい。いっちゃう。はい、ということでですね、今回は、腰を切るっていうのが、実際スイングにおいて、なかなかできなかったっていう人、ね、前回教えていただいたドリルをやってもちょっとスイングの時になんかこうなっちゃうんだよねとか、そうですね、横に動いちゃうんだよねとかっていう人、はい、すごくいらっしゃったと思いますんで、そういう方に有効な、まあ、ちょっとより実践的なドリルというか、はい、ポイントというかとしてはやっぱり基本的にもう僕ら含めてアマチュアゴルファーはここの、腰の回転が足りないってことですよね。おへその向きがやっぱりでよくて前です目標方向だから、これをもっとより目標、じゃあこういう向きでこういう、目標方向だとしたら、これに対してもっとこっちにこの方向に向くような、向くことによって左の股関節に後ろにっていうぐらい、これは極端にやるっていうことですか。そうです、そうですよね、はい、っていうイメージでやっておくと、やっと普通にスイングした時に前に向くかなぐらいの感じですよね。もう結果をまずね気にせずですよね、はい、結果は当たる当たんないとか気にせずに、まずそういう動きをとにかくチャレンジしてみて、ちょっとずつその感覚がつかめてくると思いますんで、やってみていただけたらということですね。はい、練習場だとちょっと球筋を気にしちゃうんですけど、はい、インドアだといいとこは球筋気にしなくていいので、そうですね、ぺちゃんってなっても全然だからやっぱ大げさにやらないとスイングっていうのはなかなか治んないので、しっかり今のだったらおへそも向こう向いてあげるっていう感じで大げさにやってもらえばなと思います。はい、ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いします。で、バッサンゴルフ TV ね、チャンネル登録お願いします。で、本日も、ゴルフベストスイングゴルフさん、吉祥寺にございます、スタジオさんで、撮らせていただいてます。バッサンが、レッスンをいつもしているところということで、こちらね、新しい店舗になりますんで、ぜひよかったら、調べてみてくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いっちゃってる。